多くの観光客や家族連れでにぎわうビーチ。しかしそこは男性の叫び声とともに凄惨な事件現場に変わります。事件が発生したのはオーストラリアの南東部タスマン海に面するニューサウスウェールズ州にあるリトルベイビーチ。リトルベイビーチは国内外から多くの観光客が訪れるシドニーの人気スポットです。2022年の2月のある日もリトルベイビーチはたくさんの観光客やダイバーでにぎわっており、オーストラリアの郊外で暮らしていた会社員男性の A さんもシュノーケリングを楽しむためにこのビーチを訪れます。そして A さんは海に入り、シュノーケリングで水面付近を遊泳しながら海中の景色や魚を観察していました。その一方、同じくリトルベイビーチを訪れていた B さんという男性はビーチに近い岩場で釣りをしながら海を眺め、スマートフォンで周辺の景色を撮影。スマートフォン越しに海を眺めていた B さんはやがて異変に気づきます。なんと B さんが釣りをする岩場から6メートルほど離れた海面から突然男性の叫び声が聞こえ、その直後に車でも落下したのではないかと思えるほどの巨大な水しぶきが上がり、海面が真っ赤に染まりました。そして B さんの岩場から少し離れた場所にいた釣り人が、誰かサメに食われたぞと叫び、 B さんは先ほどの出来事がサメの襲撃であることを把握します。事件は発生後すぐに警察へ通報され、ほどなくして現場には緊急艇やヘリコプターが到着。それから救急隊員らによりジェットスキー、ボート、ヘリコプターを使用した大規模な被害者の捜索が行われます。しかし残念ながら発見できたのは被害者となった男性の上半身の一部と激しく引き裂かれたウェットスーツの一部のみ。その後の調査により、被害者男性は事件当時ビーチ周辺をシュノーケリングで遊泳していた会社員の A さんであると判明。体長約 4.5 メートルのホオジロザメに襲撃され、致命傷を負って亡くなります。そして A さんが襲撃されたのはビーチの海水浴場からわずか150メートル程度離れた場所であり、事件発生当時のビーチはサーファーや釣り人、遊泳中の人々で混み合っている状態でした。そのためサメの襲撃事故が発生したと判明するとビーチは騒然。事故後は到着した警察によりビーチの立ち入り禁止措置が取られ、被害者となった A さんの遺留品回収が行われます。この事件の目撃者となった B さんともう一人の釣り人は、男性の叫び声が上がって振り向くと、まるで水中に車が落下したかのような大きい水しぶきが上がり、サメが男性の体に食らいついていた。あたりの海は一面血だらけだった。サメは海を遊泳していた男性を垂直に飛び上がって攻撃した後、その体へ執拗に噛みつき、周囲数メートルほどの海が真っ赤になっていた。私はその様子を偶然ビデオに収めてしまったが、その後恐ろしくてずっと嘔吐していた。かなり動揺していると語っています。またオーストラリア全体で見るとサメの発見回数は多く、別の海岸でもサメによる食害事件は発生しています。しかし今回の事件を引き起こしたホオジロザメがリトルベイビーチに近づくことは非常に稀で、リトルベイビーチでは約60年前に一度人が襲われて以来、サメによる事件は発生していませんでした。さらにホオジロザメが今回の事件のように人間に対して執拗な攻撃をするケースも非常に珍しいと言われています。サメの専門家によると、サメは海で獲物を見つけた時に獲物が何なのかを確認するために軽く噛みつく習性があるそうです。そして自分の捕食対象であるアザラシやカメと間違えて人間を襲撃することがあるものの、相手が捕食対象ではないと認識した場合、すぐに攻撃をやめてその場から退散すると考えられています。今回の事件のホオジロザメは A さんに噛みついた直後に獲物ではないと理解したはずですが、執拗に攻撃を続けて A さんの下半身が損失するほど強い力で海へ引きずり込んでいました。このようなケースは非常に稀で、過去30年間で10回程度しか確認されていません。詳しい理由は不明ですが、現場近くの海では漁師や釣り人が生きた魚の餌やさばいた魚の綿を捨てていたため、ホオジロザメはその匂いに引き寄せられ興奮していたのではないかと考えられます。そして警察は A さんを襲撃したサメの捜索も行いましたが、サメを特定することはできませんでした。そのため事故現場周辺の海にはドラム缶の部位から餌付きの針と糸を垂らしてサメを捕獲するドラムラインという罠が導入されます。ドラムラインには GPS が設置されており、何か反応があった場合はすぐにサメを捕獲することも可能です。そして捕獲したサメにタグをつけ遠隔で監視することでビーチの安全を守ります。さらに現場近くのビーチでは
しばらくの間遊泳禁止措置が取られました。加えてヘリコプターを使用し、上空からのビーチの監視体制も整えられました。専門家や有識者が協議を進め、少しずつ専門的な対策も打ち出されているようです。今回のようなサメの食害事件に対する万全な対策は残念ながら存在していませんが、管理者や警察がビーチの安全維持へ力を注いでいることがよくわかります。そして今回の事件で生き餌や魚の綿を海に捨てていた漁師や釣り人には非難の声が多く寄せられました。地元の市長も、私は当時別のビーチで泳いでいましたが、この事件を聞いて海の危険性を再認識しました。海で泳ぐことは市民の大切な娯楽であり、再び安心して泳げる海を作ることに尽力します、という声明を発表し、対策の説明や地元住民とライフセーバーへの注意喚起を行いました。また恐ろしいことに、今回の事件の様子は B さんがスマートフォンで偶然撮影していた映像に残されており、 SNS に投稿されていたため、現在でも一部のサイトで閲覧できます。今回の事件現場となったリトルベイビーチでサメによる襲撃事件が発生したのは約60年ぶりのことでしたが、オーストラリアでは2020年以降サメによる死亡事故が10件以上も発生しています。そのため政府や自治体はマリンレジャーに関する注意喚起を行い、過去にサメの目撃例があるビーチには専用の立て看板を設置する対策を取りました。今回は非常に珍しいケースだったため、被害者となった A さんも予見するのは困難だったでしょう。またホオジロザメによる襲撃事件は日本でも発生しています。1992年3月8日、愛媛県松山市堀江沖の海底でタイラギという貝の漁をしていた潜水士が行方不明になります。タイラギ漁はヘルメット式潜水器具を着用して行い、これには船と連絡を取るためのケーブルがつながっています。漁の最中、突然潜水士が上げてくれと海上の船に連絡。20分後には引き上げられますが、回収されたのは引き裂かれた潜水服とヘルメットのみ。潜水服は下半分が左足の部分を残して引きちぎられたようになくなっていました。潜水士の捜索が行われますが、行方不明のまま発見できませんでした。その後の調査で潜水服から歯の破片が発見され、その形状から襲ったのはホオジロザメであると断定。潜水服に残っている歯型の大きさからホオジロザメの大きさは約5メートルほどであったと考えられます。この事件はサメによる襲撃事件の認定がなされた全国初のケースでした。その後も松山市沖や淡路島沖などの瀬戸内海で相次いで巨大なサメが目撃され、漁船に体当たりするなどの事故も発生しています。以上、今回はリトルベイビーチホオジロザメ事件について解説しました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。